どうしたんだい、たけし君。ゲームでよく見かけるアルファベット数字で代用してるの目って、なんで演奏してる人が多いの？こんな感じの名前のことかな。うん、いい質問だね。このような名前を使う人たちは大きく分けて3つのタイプに分類できます。1、本来の名前が先に登録されていたために数字で代用せざるを得なかった人。2、単にかっこいいと思ってその名前にしている人。3、自分のチッコの長さを自己申告している人。8割方3番のタイプかな。へえ、じゃあ僕がこの名前にしたらチッコは4センチってことになるの？そうだね。すごいすごいすごい。